ドライブは一つ福島の強みでもあります。クリスウェルが自ら入っていきました。トップの位置から33番の林、キックプレーを見せる。ピックアンドロールからアイメラーカス、2人3人が関わっていたこの福島の連動戦、リバウンドを拾い続けているのはこの福島です。タワータリーからサイド、空中でうまく相手をいなしてみせました。少しパスが出れました。タワータリーも正確なスリーポイントがありますが、ペリメーターの選手ショートしました。アイバナーカス選手はフリップ、トップの位置から21番のカンノ入りました。エチェニケ、スピンムーブを見せました。ドライブで入ってくるステイシー・デイビスのマッチアップ、もう一度リバウンド、さすが拾った、エチェニケです。この土屋と田中というところになります。アイバナーカス、クリスベルのところ、クリスベルが一つこのフローターショット決めていきました。ダブルチームでいく、強くいく、ファールなく、そしてリングした。まだボールは中に入っています。加藤のスリー、加藤にはこのスリーがある。スリーが落ちました。アイバナーカス拾う、一気にプッシュ、そしてクレンスキングとステージデイビス、相手拾う前にアイバナーカス、コーナーの位置に33番の林がいます。スリーの加藤、決まった、連続のスリー加藤です。ゆっくり仕掛けて自ら仕留めるかどうか、ステシー・デイビス、残り2秒というところで放っていった、フェイダウェイショット決まった。スリーポイントはここまで7本目成功、新潟を追い越したこの福島です。一気にレイアップショット決まらず、そしてアイバナーカスファールで止めました。クリスウェル、残り2分という第3クォーターです。ステシー・デイビス、相手を押しながらフェイントエリアの中に入った、エンドワンになりました。タオナリです。いいプレーになった。トップの位置から入ってくるフェネスキング、ターンムーブ見せました。一気に速攻、ファストブレイクが一つ強みのこの福島、好調なアイバナーカス、ドライブで入ってくる狭いところ、エンドワンになりました。エチェニケです。さすがのエチェニケです。得意な選手でありますが、途中央が空いて落ちたところにもう一度エチェニケ拾った。ここが空いたアイバナーカス、豪快なダンクショット。広田シェンズリー、コーナーの位置から最後を仕掛けていきますが、落ちて最後はホイジミの手の中、そして試合終了の